TBS ボールパワフルプロ野球。はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日は栄冠ナインやっていきたいと思います。さあ、準々決勝というところまで来ました。春の甲子園は5試合ですね。多久高校前評判 A、 結構厳しい感じがしますけどもね、試合前は勉強しましょう。大事だから、勉強は大事よ。学校に戻ってるな、どう見ても学校に戻ってるけど、まあいいでしょう。さあ準決勝、多久高校、ちょっと待ってな、多久高校、前回の春の甲子園大会準優勝高校です。それは困るな、困るけど、まあね、前回の春ですから、チーム変わってるから大丈夫大丈夫。で、井川可能、江越まあピッチャーには普通しないので、まあ江越かな。はい、2番江越に注目して、ちょっと井川くんの調子が普通なのが気になるけど、行きましょう。今日が終わればベスト4が決まるということになります。甲子園大会準々決勝第1試合の模様をお届けいたします。一塁側大阪代表強豪西宮、三塁側佐賀代表強豪タク、すでに三塁側一塁側、わー強い。でも A じゃなくて B だった、なんとかなるでしょう。うちとそう変わらないよ。投手力と機動力はうちの方が強い。しかもノーアウトランナー一塁、相手の状況を見ましょう。今日は江越くんラッキーボーイか、困った。相手強いか、まあまあか、すごく長打力があるわけじゃない。原口くんは肩 D、 C 寄りの D、ピッチャー怒りああスライダーシュートピッチャーですか、なるほど。でもそんなにめちゃめちゃ戦えそうだ、なんとか戦えそう。でも大事にいこう、これは走るかどうかやな。松木くんはまだそうか、足は70になったばっかか、ちょっときついか。1点取ってる。ここちゃんと抑えたいな。とりあえず最初にスタミナを上げときますよ。いいね、甲子園のベンチ素晴らしい。さあ井川くんはね、ことごとくピンチを抑えれるようになってきたから、マジでピンチ F かなんかがね、煽ったからね、頑張ってもらおう。ないか、今度ちょっと待って、よいしょ、檜山くんなんとか、なんとかホーム投げた、危ない。いいバッティングされたな、打たせて取れ。よし、全力ストレート147キロ、外角、一塁牽制を挟んで、うわ、緩急重視、外角、よしよしよし、追い込んだら臭いとこ、チャッチャッチャ、オッケーオッケー、抑えた。さあノーアウト二塁、これはどうしようかな。センター返し、よしよし、回らないか、そこは回らないか。さあ藤村、さあ今日も急成長してもらいましょう。パワー爆上がりしてるからね、いいぞ。あと何あげていこうかな、もちろん特能たくさんつけたいんだけど、ミパ AA になっちゃったから、まあ、パワー1とかついてほしいですけども、まあ、どんどん能力上げれそう。さあそれは置いといて、まずは1球待って盗塁、これは定石、まあ1球で仕留めてくれるでしょう。投げた、ピッチャーカットか。さあこのチャンスで藤村くんは流し、おっと、行かないけど2点入るだろう。よし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 、ナイス、これは素晴らしい。1年生の3番バッターだ、いいぞ。さあ亮太頼むぞ、1球待とう、これは定石ね、からの流し、4番もチームプレー、よしよし、ランナー3塁行った、いい。さあチャンスが A から B になってしまった今岡くんですけども、ちょっとチャンスにね弱いんですよね、思ったよりもね。流し、ちょ、振ってるけどね、犠牲フライになるかな、今岡っぽいね。
今岡っぽいね。ちゃんと犠牲フライ打つところ、いい4点だ。うわ、しかもそのままランナー1塁2塁残った。藤本くんどうしよっかな。転がせってどうなの。転がしてもなっていう感じもしますけども、まあいっか、転がしみようか。うっ、うっと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 、 OK、 ナイスヒット。井川くんか。まあここはもう、ここはもう委ねるしかないな。やっぱりちょっと、ナイスナイスタイムリー。5点は大きい。キャッチャーマウンドへ。さあ松木くん、松木くん打ちまくってんな、打ちまくってるな。とりあえず待てね、ほらほら待って、よかったよ。流し打ちが6になってるからね、使いますよ。でも碇くんひよってるな。今のもストライクだけどワンバンしてるからな、だいぶひよってんな。おっと、マスキ君、キャプテン、キャプテン、キャプテン、2塁行けよ。いいよキャプテン、素晴らしい。どんどん点取る。いいよいいよ松本、いいよ。 OK、 ナイスバッチン、素晴らしい。いやー、盗塁をしてタイムリー、なんて素晴らしいんだ。これもう一回盗塁しよう。さっきカーブだったからセーフになったところもある気もするけども、ここも盗塁いっとこう。うーん、ちゃんと走れるね、いいねいいね。最後 OK じゃないわ、最後だと思ったのに。よしよし、ショート OK。 いやー、評判 B のところに勝てましたね、普通に。ナイスゲームだわ。いや、ベスト4まで来ちゃった、どうしよう。やった、勝ちましたね、ありがとうございます。名門になっちゃうんじゃないの、ベスト4までぐらいまで来たらね。もうエゴシとか信頼度マックスですね、おそらくね。エゴシの総力も A に近づいてる、実際のエゴシ君に近づいてるよ。井上くんのパワーも A に近づいて、谷川コントロールいいね。飯田くんも打の方か、あ、打席立ったからだかな。加納くんもパワー A を超えてしまいました。松木くんも A が近づいてる。亮太のミートも A になった。藤本の肩が67まで来てると。まあショートなんでね。井川くんの球速、そしてコントロールいいところまで来てると思います。うん、まあ藤村くんがもう毎試合3ずつパワー上がっちゃってるから、もううわ、これ決勝行ったらパワー S になっちゃうな。どうしよう、藤村くん、すごいわ。さあ、名門になるか。名門、名門には。おっと、松木たちはマネージャーに褒められて超ノリノリになった。誰だろう。あ、いいんじゃない、井川、松木、加納、バッテリーと。うわ、すごい。勝つべくしてきてる、これは。さあ、ちょっと次のチームの評判が見たいところですが、これはちょっと一気に行かないといけなさそう。どうやらすいません、一気に行かざるを得ない、一気に行かざるを得ない。 T バッティングしよう。 T バッティング全国紙で取り上げられた、それも見たい。さあ、今日は亮太、井川、加納。まあ亮太かな、いまいちなんですけどね、亮太もね。ちょっと今日は亮太を3番にしようかな。いい流れを変えたくない気持ちはありますけども、亮太を3番にして、4番藤村の形にしよっかな。井川絶好調、いいね。さあ、亮太3番の藤村4番のパターンですね。もう超えてっちゃったもんね、当にね。当にもう亮太の感覚を超えてる。ただ信頼度という面でちょっとやっぱ1年生は薄めではありますよね。井川くんはすごいな、井川くんは圧倒的だけど、1年生はまだこの辺がね扱いづらいかなと思いますけども、まあ、ここ1年生4、5、6番なんとか頑張ってもらいましょう。今岡くんも自分が自走者の時以外はめちゃめちゃ打ってるみたいやな。 OKOK、 OK OK、行きましょう。春の甲子園大会はいよいよ準決勝を迎えました。山形、なんて読むんだろう。甲子園大会準決勝第2試合の模様をお届けいたします。なんて読むんだろう。一塁側、山形代表強豪沖玉、強豪って言ってたけど、沖玉強い、沖玉ちゃん強いよ。ほぼ A じゃん、総合戦力。
怖っ。ちょっと街道ね、いいよ街道亮太ね。沖玉強っ。あいいよ、あーもう強い、あーもう強いね。足速いのいるね。あー弾道4いるね。キャッチャー、キャッチャーも B か。これなかなか大変だ。さあピッチャー野呂くんでしたね、相手ね。野呂くんは強い。伊賀は同じぐらいですね。そうか、特能がついてる分伊賀はちょっと評判が380と評判がいいのか。ほぼ同じような相手は右投げですけどピッチャーというところ、いい対戦になりそうですね。これは楽しみだ。勝ちたい、行きましょう。1点取ってる知らない間に1点取ってる。どうしたんだ、前の回か。うわ檜山ホームラン、素晴らしい。パワー日持ち1年生、もう打撃のみに特化してるから彼は。いやー素晴らしい、甲子園でホームラン自信になるでしょう。亮太頑張って、亮太もこの場面頑張って。さっきの打席もねバッティング悪くなかった。スリーアウトチェンジ、西宮ファーストランナー残塁。さあチャンスだな、ここはチャンス。1球待とうか。でも相手ちょっとコントロール乱してるからね。70球でへばるってことはない気はするけど、でもだいぶ乱してるなコントロール。ああやっとストライク取った。さあここで流しかな、1、2塁だから。 OK 頼む頼む、風、いやー風、いやー風、浜風、甲子園だ浜風か今のは。いやー普通だったら入ってるな、普通だったらって。まあ甲子園しかないんだけどさ。いやー今のはきつかった。よし、その転がせって要はそういうことになっちゃうのか、まあ、要反省だなこれは。 1-0 じゃきついもん。さあ先制ホームラン檜山くん、熱血発動しちゃおう、熱血発動しちゃおう、今日2本目いっちゃおう。よし、なーちょっと待って、足遅い、足が遅い、やられた。いいエンドラン、いや今のは素晴らしい盗塁エンドラン。これは松木君に任せるか、熱血して。流し頼むぞキャプテン、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 やりました。あーちょっと前のランナーが井川くんだから。よーし、いやー 1-0 はきつかったからよかった、これはいいタイムリーだ。素晴らしい素晴らしい、相手を。よしよし、これは井川くんは今日ちょっと変えれないから、変えたいけど変えれないから、一球待とう。送りたい、送りバントにしよう。ここはさすがに送ろう。ナイス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 。さあキャプテン、キャプテンさっき言ってくれてるよね、キャプテン頼むぞ。これ右からなのか、右が第一打席なのか、見にくいな。流し打ちで、なあキャプテン頼むよ、さっきと同じ宇宙間、宇宙間に。ナイスキャプテン素晴らしすぎる、これがうちのキャプテン松木健次郎、すごい。いやー感動するね。ちょっと今日江越くんが打ててない、1球待とう、もう1球待とう。こういう時は慎重にね、打ち気に流行っちゃいけないよ。よし、さあさあセンター返し、
いいよ、センター返していいよ。センター返していいよ。あらー、あと今日はね、うちの4番に回ってないっていうのがすごく気になるな。よーた、引っ張り。あー、気負ってるな。あー、気負ってるな。あー、どうしよう、引っ張りじゃねえな、もう。お任せにしよう。りょうた、頼むぞ。一回も今日藤村くんの打席がない。急成長も使えてない。さあ、最後。この回抑えるぞ。ゲッツー取るかな、二塁。二塁ダメか。よし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 、ツーアウト三塁まで来たぞ。これはなんとか。うわ、結構相手強いな。内角、よし、振らせた。サイドゴー、よし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 、一球外そう、一球外そう。ランナー三塁いるよ。これ完封したら自信つくぞ。スタミナはガンガン上げてある。大丈夫、任して。臭いとこつけ、なあ、惜しい。もう一回臭いとこ、よし。今めちゃめちゃガッツポーズしてます。いやー、戦力 B のとこに勝てた、これはでかい。やったー、勝ちましたね。なんと決勝まで進出してしまいました。実はここはね、イベントの切れ目なので。おっと、どうした檜山、檜山どうした、檜山どうしたかあのイベントの切れ目なんですよね、ちょうどこの台っていうかね、今のところがね、主役がいない時なので、いわゆる。いやー、ここね、ハイライトでさささっとやってますけど、これはすごい、めっちゃ嬉しいね。井川くんがガンガンコントロールも球速も良くなってる。檜山のチームプレイ罰っていうのはどういうことでしょうね。僕なんか檜山くんにそういう指示しましたっけ、お前はチームプレイするなみたいな。松木くんがミートが A に乗ってチャンス B、一番に置いてるんですけどもね、ちょっとその辺を考えないといけないかもしれない。一年生谷川くんコントロール B。十分だね。うわぁ、りょうたも。りょうた全然今日は打てなかったけど。藤村くんが一番下から二番目。今回は急成長使えなかったので、パワーが残念ながら1しか上がってないということになりますね。ちょっとこれは悔しいけど、決勝行っちゃいましょう。これ優勝したら名門になるかな、ようやく。これどれもやりたくないな。どれもやりたくないし、名門に変わったら変わるだろうから、練習内容もここはもう腕立てしちゃおう。全国紙で取り上げられるでしょう、そりゃ。ちょっと決勝の相手が誰か分かんないけど、いやー、これめっちゃ楽しみ。決勝どうなるだろう。よし、注目誰だ。松木、江越、今岡。これはこれ江越かな。江越が魔物の可能性があるので、江越2番でいいでしょう。で、松木くんはまあ1番は1番でいいんじゃないですか。阿部飛行格持ちで。3番あたりに置きたい気持ちもあるけど、これはちょっと、春はこの流れを変えたくないんで、江越くんでいこう。いや、江越も総力 A まで来てる。素晴らしい。あとはね、やっぱ井川くんが超ノリノリなのがめっちゃでかい。だって、今のチーム、キャッチャー、加納くんは、キャッチャー D なんですよ、普通に。矢野くんのキャッチャー B でやってた時代からするとね。やっぱピッチャー井川くんの力がでかい。あと藤本がめっちゃなんかいい能力になってきてる、ショートとして。いや、肩今鍛えてるんですけど、いい感じになってきましたね。さあ、いや、申し分ないわ、申し分ない。江越も強いし、いや、藤村、いや、いい感じになってきた。いや、信頼度ガンガン上げてやっていこう。お願いします。マジで相手が強くないことを願う。初の甲子園決勝まで来たんだから。桜川第一、なんかサラサラっと来ちゃったからさ、あれなんですけど。あー、なんかユニフォームの色似てんな。頼む。いやー、強い。こう、なんか強いいやー、すごいな。どんな感じなんでしょうか。あと江越くんが魔物、よし、勝った。使うよ、僕は全然魔物使いますよ、今日はね。いやー、これはでかい。まあまあまあ、それはそれとしてます。ピッチャー河野くん、あ、でもそんなだな。球はめちゃめちゃ速いけど、乱調ついてる。乱調、乱調マットついてる。乱調マットで、まあ、強い選手は強い。この辺春でこの能力はすごいな。キャッチャー、キャッチャーは C、肩が C ですね。走れないことはないか、エゴシーぐらいだったら。松木はちょっと走れないかな。エゴシーは走れるかな。その辺はなんとか走ってもいいかなという感じ。
よし、あとちょっと待ってよ。檜山くんのチームプレイ×って何よ。すげえ気になるんだけど。すごい気になるんですけど、これついたのが。場合によってはレギュラー外さないといけなくなっちゃうんですけど。さあ行きましょう。セカンドすごいプレーだったな。しかし今のめっちゃ守備うまかったな。いやーなんだ今のは。まずさっきのセカンドのプレー見ました。相手のめちゃくちゃ守備うまくなかった。うわー B78 であれぐらいのプレーしてくれるんだ。まあ送球悪かったから何とも言えないけどすごかったな。で2点取ってんのよ。2点取って2点取られてるのよ。2点。うわー加納くんか、キャッチャーやってくれたか。これは素晴らしい。相手は、三塁打。ん？三塁打、わ、ホームラン。島津くんのホームラン。ホームラン同士か。いや、エゴシンなんとか頑張ってもらおう。まあ、最後は魔物がある。できれば使いたくない。綺麗事を言うとできれば使いたくない。でも、そうは言ってられなくなる可能性が高い。よしよしよし、ナイスバッチ。あーそこはファーストがいるのか。いや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 、3点取っちゃってるじゃん。今岡のホームランくらいの感じじゃない。うわうわうわ、天才が打ちました。天才がホームラン1本打ってからの檜山、甲子園2本目レフトに。チームプレーはできないけどソロホームラン打つ。ソロね、ソロじゃないな、ツーランだ。いや、すげえ。すげえ、びっくりびっくり。よし、これちょっと、この場面は、ツーアウトだから、盗塁しよう。あ、今のとこ盗塁できたな。あ、河野くん、ひよってきてる？ひよってきてるんだったら無理に、打ちに行かない。オッケーオッケーオッケー、来た、天才。急成長！急成長！よーし、これでパワー S になるぞ、頑張れば。でも相手ひよってるから、ボール、ボール、ストライク入らない。ストライク入った。さあこっからだ。まあ、ツーアウトなんで一番高いセンター返し。ボール。よーし落ちろ。じゃあライナーかー。よーしナイスバッチ。ナイスバッチナイスバッチ。これはでかい。これは6点目はでかいぞ。初めて自力で取った今日点数。しかもピンチがない。井川くんがすごすぎてピンチがないの今のところ。これはどうしようか。とりあえず待とう。相手は、あー、ちょっと待てよ。これはでも転がせもいいんだけど、引っ張りだな。引っ張っちゃえ。一、二塁間。あーちゃーやったーすごい生還してましたけども、すごいわ。エゴシやってくれたね。いや素晴らしい。いや優勝しちゃうわ。阪神優勝してまうわ。よし、この回やりますか。皆さんここまでピンチがないんですよ本当に。さあお願いします。はい、面白くなくなったと思わないでくださいよ。これはね、エゴシ君が得た権利ですから。2年生で魔物出ないんですから、なかなかね。これ得た権利で、必ず三振はダメ。よいしょ。あー、フライはダメ。落とすよ。うわー、最悪無意味か、まさかの。出ろ！出たー、よかった。よかった、出てくれて、天才。ありがとう、天才藤村。出てくれてよかった、フォアボール。フォアボール、ピッチャーがもう魔物でした。そして、良太が揺さぶる。相手の調子がガンガン落ちる。いいぞ。引っ張り。よし、ガンガン行こう。あ、大丈夫？大丈夫、良太。なんだそれ。5点差、ノーアウト、満塁か。まあ、ゲッツーシフトでいいか。いやー、これは怖い。緩急でさっき打たれたけど。よしよしよし。152キロ。甲子園に来てどんどん球速くなってる。ウエスト150キロ、上原みたいにめっちゃ怒ってる。ちゃっちゃっちゃっちゃ、うわー！2人目！
いや帰っちゃうよね。うわーこれきつい、きつくなってきた。ここに来て井川やっぱさすが決勝だな。もう一回スタミナ上げとこう。ひよってないかどうかだけ気になるけど、いやさっきの両太取れないか。さあとこ、ちょ檜山ダメか。これはちょっときつい。2点差。ちょっと待って、何か手立てはないか。井川ポーカーフェイスだから分かんないんだよな。いやーファイトいやーちょっと待って、外角左ピッチャーがノーアウト二塁三塁で牽制する三塁に、内角虎穴にいらずんば小城絵図だ。いけ、よし、いいストレートだ。臭いとこ、あフォーク、いいねフォーク。サークルチェンジ持ち、オッケーオッケー、いいピッチャーですよね。いやーようやくいいこと取った。これ前進は、外野は前進しよう。外野は前進するけど内野はいらない。よしフォークで1個ストライク取った。緩急、この心強い緩急でいこう。緩急を信じよう。ここはよしいいの1点差。うわーさっきの魔物悔やまれるなこれは。いやーちょっとこの1点は絶対守りたい、絶対守りたいな。いや相手なんか謎の弾道1やあと空振り三振3回してる、よくわからないやつ。こういうやつ怖いのよここで。いやーちょっとなんか変なバッターだな。臭いとこ、よしセカン一塁へ、オッケー、守った。よし。うわー、怖えいやー、ここで魔物狙いで代打打ち切りでもいいかなと思ったんだけど、藤本の守備は外せないな、ショート。これはしょうがねえか。流し。うわっ、すいません代打とか言っちゃって、代打考えちゃってすいません。いやーこれの3点差はでかい。いやーナイスバッティングです。いやーこれはすごい。ここはですねいろいろ考えないといけないんですが、ね守備を変えなくてもいいんですが変えます。松木くんに変えて、ぶっちゃけね変えなくていいんですよ。松木くんに変えてどうしようかな。22-38井上くんにしよう。ごめんねキャプテン。なんでそんなことをするかというと、キャプテンを伝令に使いたい、すごく盛り上げる。はいキャプテン、キャプテン仕事だ。みんな内野を鼓舞してみんな頑張ろうぜ最後。よし、チームの守備が、気合が入ったぞ。いや、ちょ、取れるだろ。よし、気合入ったもん、守備、気合入ったもん。やばい。甲子園優勝しちゃう。やばい、気緩めちゃいかん。よし、セカン、守備気合入れてるから。素晴らしい。今岡あんなプレイで、これめちゃめちゃ構想してる。で、守備ってどれぐらい上がるのこれ、キャプテン。キャプテンの効果ってどれぐらいでかいの。うわすごっ、そりゃこうなるわ。そういうことみんな、あもうみんなそういう状態これ。守備気合入っちゃってんのね。うわすごいわ、キャプテン引っ込める価値あったわ。あーすごい。あーごめんなさい、一人で悦に浸ってる。やばい、泣きそう。井川くん頼むぞ、あと1球とか言っちゃダメだよ。あと1球とか言っちゃダメってよく言われてた。打たせて取れ。よし、最後いいぞ、一塁守備すごい。初優勝したぞ皆さん。やばい、まぶた痙攣してる、感動しすぎて。
担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。やば、やば、表彰式とかあんのこれ。ないわな。いやー、やばいやばい、優勝しちゃった。トロフィー獲得したらしい、全国制覇ありがとうございます。いやー、よう打ったわ。しかし、いや、もう、あ、もう、もう完全に名門になるわ。完全に名門でしょ。うわ、春優勝しちゃった。木山流し打ちチームプレー罰の後、徳のお化けだな。うわー、みんな成長しまくってるもん。成長してる、成長してるよ、みんな。井川くん、球速153、スローカーブ4。ほら、藤村。藤村、人気者、すごいわ。人気者はすごいわ。パワー S。もうパワー上げません。1年生にしてパワー S まで来ました。すごい天才型で。これは感動しました。皆さんも感動してくれたんじゃないでしょうか。名門校、アイコンが8個、ありがとう、ありがとう。いやー、いやー、帰って励まそう。ちょっと待ってね、エンディング撮りたいんだけどさ、とりあえず帰ってきて新聞とか見たいじゃん。あ、日付変わるのか。あつきくんは近畿の街道か、いいね。さて、そりゃ全国紙でも取り上げられるでしょう。全国チャンピオンだからね。学年が一つずつ上がりましたということで、まぁ、ちょっとエンディングですね、今日はね。甲子園優勝してしまいました。皆さんありがとうございます。いや、自分でもね、完全に驚いてます。ちょっとまさかそこまで行くとは、思ってなかったので、動画どれぐらいね、うまく編集できてるかわかりませんけど、コンパクトにね、皆さんにね、お見せできてたら嬉しいなと。いうふうに思ってます。まあ、最終戦こそね、打ち込まれましたけど、やっぱ井川くんがね、かなり、安定したピッチングをずっと見せてくれていたので、まあ、それが勝因かなと、思います。まあ、最終戦以外はね、継投かな。あ、そうじゃないな。準決決勝は完投してもらったのかな。いやー、何にしても素晴らしい感じでした。本当にあとはね、最終回3点差でしたけど、守備の大切さをすごく感じましたね。守備が上手いとあれもこれも抜けないんだっていう。ただあのキャプテン松木くんの最後の使い方、我ながら素晴らしかったなと、思いますんで、皆さんよかったら参考にしてみてください。ということで、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。コメントお待ちしてます。失礼します。